柳真羅と落ちひらのです。今日はゆらのの家に来てるので、こちらは私の恋愛のこととかさ、ゆらのはマジで知らないこと一個もないじゃん。それを踏まえて、はい、お互いにね、一個もないよね、うん、恋愛相談とか恋愛系の質問って一人で答えることあんまないじゃん。わかる、一人で答えるの無理。一回一人でやろうとして、答えようとして2個くらい答えてダメだこれってなって、やめたもん。なので答えていきたいんですけど、さらにいい答えが生まれるようにお先生の力を頼りたいと思います。重い、こんなぐらいいっぱい買った。ねえ、こんなにいっぱいあった？うん、私はじゃあちょっとね、飛ばしたいので、こちらからいきます。ストロングレモン。君さ、ヘパリーゼさ、いつ飲んだ？はい、こちらで。いつ飲んだ？なんで隠さないの？それいつ飲んだの？だから今飲んでほしいの、ゆらのの分。これってさ、どこで？肝臓で効くやつ？うん、そう、二日酔いとかしにくくなる、気持ち悪くなりにくくなるっていうことで。私ね、リアルな二日酔い多分2個飲んでいいんだよ。うん、2粒ヘパリーゼも飲んだからね。ちなみにね、一応私のファンの方も私お酒飲めないって言ってるんですけど、それは飲むのめっちゃ弱くて飲めないんじゃなくて、お酒自体は強いんですけど体の関係で飲んじゃダメで飲めないっていうことで、月に許して1回か2ヶ月に1回くらいならいいってなってて、その1回を今日使ってるだけで。嬉しい。カメラの前でお酒飲むのも初めてだし、マジだよ、貴重。いいなこれ、うん、じゃあ乾杯。うまっ。うまっ。もしゆらまろが2人とも同じ人を好きになっちゃったらどうするか聞きたいです。これはもう一つ、一番最初に一つだけ言うのは、まず100万パーセント同じ人を好きになるよね。うん、なんだ、絶対なんない、絶対なんないの。もうここは顔のタイプも真逆。なんなら私が苦手とする顔をカノンが好きで、うん、カノンが苦手とする顔を私が好きだよね、うん、だからならないけど、でももしなっちゃったらどうする？なっちゃったら、うん、どっちの方が好きか、あ、どれぐらい好きか、うんうんうん、話すよね。そう、で、私の方が好きだなって思ったら譲らない。カナの方が好きだなってなったら、うんうん、カナの方が好きだなってなったら私は絶対に、あ、じゃあいい。でもまあ、こんなこと言ってるけど言って、私友達が同じ人好きになったら全力で引いちゃうタイプ。え、優しいね。優しいとかじゃない、自信ない。え、なんかさ、よくさ、でもこういう質問でみんなさ、え、絶対譲るってなるじゃん。絶対譲らない。でもそれは譲らないけど嘘はつかない。はいはいはい、正直に言って、同じぐらいさ、スキードが話してるだけじゃ分かんなかったらゲームっていうの、このために楽しそう、この人のためにこれができるかみたいなってやって決める。やりたい、それやりたい。負けたらもう潔く、なんかうちらだったらさ、ゲームとかにしてさ、できそうだね、うん、このトランプ勝った方がいい、うん、ですよとかできそうじゃない。じゃあお互いね、はい、譲りはしないけど決着つける、楽しく戦う。うんうんうん。二人は好きな人の好みに自分を変えますか？せーの、うん、変えられる。これはなんか前私言ったんだけど、導入では変える、最初は変えます。はい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 、はい、その人のタイプの感じの服装とか、その人が好きそうなもので入って仲良くなったり付き合ったり、その関係が深まったらちょっと自分要素を戻していく。え、違うね、でもね、違うの、カナンがそんなに変わってるとこ見たことない。え、変わってない、服装レベルじゃん。うん、え、髪型とか髪色とか。あー、そっか、1回だけじゃん。え、じゃ言ってないかも。なんで言ってないんだよ。どうですか？私は自分の、今自分の意思で男の人に合わせて変えたくないって思うけど、気づいたら、え、なんかだってさ、好きだからさ、その人の一番幸せをさ、作ってあげたいじゃん。わかる、うん、デートの時も一番可愛いって思ってほしいし、一番幸せなデートになってほしいから、そのためには自分が一番可愛い彼女になんなきゃいけなくない、うん、だからそういう意味でどうしても合わせちゃうかなとか言って、綺麗事。でもまあちょっと合わせちゃう、うちら要望される前にさ、汲み取って叶えてあげるタイプじゃん。でも程よくね、自分を消さないようにはしてるよね。それ大事。バイトの先輩を好きになってしまったんですが、アピールの仕方がわからない。へえ、いいね、バイトの先輩とかいいね。え、これどうやるんですかとかできるってことですか？うん、デートの、うん、何のバイト、何のバイトかわかんないけど、先輩ってことは先輩が自分が教えてあげたって気持ちよくなるような状況を作る。まあでもそう、下手に出たくないっていう人もいるかもしれないけど、私だったらね、あくまでも私だったらこれどうやってやるんですかとかめっちゃ質問したり、失敗しちゃってすいませんでした、LINE
あー、帰ったベタだね。ベタにね、ベタなことがいいからね、結局。でも年上にはやっぱり甘えるのが一番ね。確かに、何か教えてくださいとか、うん、失敗しちゃってすみませんでしたとか、年上にこそ素直になるのが大事なんじゃない？で、そこで基盤を作って、たまに甘えさせてあげる、先輩と。うん、それさ、結構やり手じゃないとか言って頼らせてあげる。じゃあ、多分この子は思ってるよ。どうやって甘えさせてあげるんですかって。先輩でも困る時ってあるじゃん。先輩だって誰かの後輩だから。だからそこで自分がさっと、しかも先輩から、その先輩から教わったことでなんか助けるとかいう場面が来たらいいかもね。確かにそれはいいかも。で、成長を見せる。うん、はい、それはそれです。はい、これもそれです。好きな人の前で意識しちゃってなかなか素を出せない。かわいい。どうしたらいいですか？え、いいんじゃない？ただの好きな人で素を出せないんだったら、素を出せない、なに、じゃあ素を出せないんだったら演じちゃえば、じゃあ素を出せないんだったら演じちゃえば、なんか素を出せなくて殻に閉じこもっちゃうくらいだったら、自分の中で今日は自分の中の明るい女の子になろうっていうのを決めて、そのデートに挑んだりしたら、その明るい女の子になれるし、そしたらそのうちにポロッと素が出てるみたいなことあると思う。うん、まあ素をなんか無理に出さなくていいよね。うん、だ本当に出てくる、自然に出てくる。しかも楽しいじゃんね、そんなに好きなんて。うん、最初から素出せる人なんてね、素の方がつまんないよ。好きな人がなかなかできません。お二人の好みのタイプとか、こんな人がいいなとかありますか？ああ、え、一番の絶対条件ってまあ何だっけ、私たち自分がこの人のために好み捧げられるか。え、マジで同じ、うん、全く同じ。でもそれに理由ってないんだよね、別に。だからタイプとかないんだ。この人がこうだからここまで捧げられるとかってないじゃん。うんうんうん、この人がこうだからこの人のことが好きじゃなくて、もうその人のこと好きだから好きだよね。うん、何かしてくれたから好きとかではあんまないよ。うん、この人だから好き、理由が、理由はない。そう、その人がどうなったって好きな人がゾンビになっても好き。はい、そう、好きです。ゾンビになっても好きです。うんうん、私でも好みのタイプっていうか、私が最近思ったのは、嫌いなものが一緒な人がいいなって思った。でしょ？嫌いなものが一緒ぐらいの方がいいよね。別にその嫌い、これが嫌いって話で盛り上がるわけじゃないけど、通ずるものがある。うん、なんかそれで言うと、嫌いなものもだけど、私ね、怒るポイントが同じの人がいい。うん、なんか世の中に対してとかもそうだけど、例えば私は世の中の理不尽なこととかにめちゃくちゃ、え、おかしくないこれってなるタイプだけど、うんうんうん、え、それは別にいいじゃんって言われたら結構私ね、冷めちゃうっていうか、え、悲しい、泣いちゃう、うん、ってなるから、そういうなんか自分以外の何かに対する怒りのポイントが同じ人がいいから、うん、それがいい。やっぱが相性いいよね。うん、それが結局いいかもね。ゆらまろちゃんが思う、え、これって脈割りって思う行動や言動。ああります。はいはい、どう？ LINE がこっちで終わっててももう一回来る。ああなるほどね。 LINE かあっちで終わっててもか。なるほどね。うん、こちらにキャッチボールのボールがある段階なのに、向こうからもう一回ボールが来るっていうのが、まあ一つ。あとスタンプで終わらせてもらうとかね。うん、ちっちゃいことで言えばね、私は逆に連絡取る手段で思ってなかった。よく目が合うとか。うーん、わかんない。なんだろう、すごい適当に言っちゃった。でもよく目が合うな。なんか恋の始まりってそんな感じじゃない？ドラマの。え、なんか何人もいる場で、うん、すごい目に合う。あー、私のこと見てるな。1対1だとちょっと難しいかもしれない。あー、判断するのね。数名いたらその中でやっぱ自分をちょっと特別扱いしてくれてるかどうかは結構判断基準になる。だって興味ない人に、私はね、興味ない人に、自分が全く好きでもない、うん、恋愛感情がない人に彼女いるかどうか聞かない。恋人の有無を聞かない。え、私全然余裕で聞いちゃう。あ、そういう人もいるんですえ、なんか普通に人としての興味として、うん、なんか普通に話の流れとかで、え、いるん。あ、でもそれ言ったらやっぱ語弊だった。いるんですかとか、スタッフさんとかにはめっちゃ聞いてたでしょ。うん、めっちゃみんなのこと、だから私恥ずかしいとかそう思われちゃってるから、思われそうって訂正しただからそうだよ。あ、確かに聞くよね。じゃあちょっとすいません、それは嘘。なんか話としてなんか流れで言うことってあるよね。うん、直感じゃない？わかる。ちょっと直感でこの人私のこと好きかもとかは思う。25歳で初彼氏、手つなぎ
さ分かんない、どうしたらよい。あまりにも何も相手がしてくれないんだったら、こっちからチューとかしちゃえばいいじゃん。あまりにメディアアクションが向こうからないんだったらするよ。普通に、じゃあ、はい、私だったら、デートの時、手つなぎたいっていう。うんうん。何とか、何々したいっていう。言う。絶対言った方がいい。手つなぎたい、今日って。手つなぎたい。かわいい。言う。あ、言う。好きな人が彼女持ちだったら諦めた方がいいでしょ。私だったら彼女持ちだって知った瞬間に全然好きじゃなくなる。うん、恋愛対象から外れるってことでしょ。うん、外れる。でも外れてないんだよこの人は。うん、でもそれで諦めれるぐらいの気持ちだったら諦めた方がいいと思う。間違いない。それでもう身を引けるくらいの気持ちなら引いた方が全然、傷つくこともないし傷つけることもないから、一番いいと思う。でも諦められないくらいの気持ちだったら気持ちを伝えたらいいんじゃない。なんか変に友達だしなみたいな際どいいやらしいラインで彼女にバレないようになんかするのはすごい絶対嫌な。自分が彼女だとしても絶対嫌な。しかもそれを受け入れるような男の人ってことは自分と付き合ってもそうだから、もうなんか潔く気持ち伝えちゃって、それでその人がこっちに来たらそれはそうだし、それでも彼女いるから無理ですだったらそれはそうじゃない。自分の気持ちを伝える。好きになっちゃったの。カナンちゃんそれ言ったことないよ誰にも。好きになっちゃったのでもう会えません。好きすぎてもう会えない。もうやだ、うち無理。だから気持ちを伝えちゃう、ですね。諦める気持ち、諦められるぐらいならもう諦める。告白するとき、私〇〇くんのこと好きなんやろうねって告白するのありですか。早い。めっちゃ思うことある。私告白の言葉を前もって決めるのは絶対やめた方がいいと思う。おーとは、それはその裏が絶対伝わる。だってそれって計算じゃん。告白の言葉なんて言うのが可愛いかな、すっごい計算じゃない。絶対バレる。そう、絶対バレる。演技はバレる。そう、演技はバレるから、告白は尊敬で、尊敬アドリブ。その時の気持ちとか、その言いたくなった時に言えばいいんだよ。私告白今思ったらしたことないわ。そんな私もないかもしれない。ないよね、うん、だってなんでかって言ったら、私たち好きって思った時に好きって言っちゃうからだよ。好きとか言っちゃうじゃん。ね、好きだよとかさ言えない。言ってるじゃん。ねえ言ってるでしょ。いや、だから告白はない。告白はない。そうだから、その日常でポンポン普通に思った時にパッと絶対にまっすぐ伝えるように。だからなんかその決めて言うのは絶対伝わらないよ、でも決めなきゃ言えない人もいるんで。なるほどね。だからそれは考えられていませんでした。〇〇くんのこと好きなんやろうねはちょっと卑怯かなって思う。相手も返答にすごく悩むしね。確かに向こうが答えやすい答えが。だから自分本位になっちゃダメ恋愛は。いや本当にそうだよ。相手の気持ちはどれだけ考えられるか、そこから愛が生まれるわけですから。だからなんやろうねはダメ。好きなんだったら、これ言えるんだったら好きって言えるから多分。うまい。もう今までの話全部カットで、もうこれだけでいい。答え。なんとかなんやろうねって言うぐらいだったらもう好きですって言った方がいい。です。好きな人が家に泊まりに来ることになったのですが、お泊まりでキュッとする行動って何ですか。てかさ、これがキュンとするって分かってやってるのは絶対変だって。なんでみんなそんな計算しちゃうの。素でやる行動が女の子が一番可愛いんだよ。素でやる行動が女の子が一番可愛いんだよ。絶対に計算はしちゃダメ。じゃあこの質問私から変換していい。お泊まりでキュンとする行動って何ですか。だけどなんかされてキュンとする行動って何ですか。めっちゃ恥ずかしくない今じゃあ私が答える。なんで相手がしてきたことで変換してするな。この子は今の回答が正解だけど、相手にされて自分がされたらキュンとする行動あるんですよ。あるから言うてみる。ないね、ない。思い込まないから聞いてみた。お泊まりで相手にされてキュンとする行動。服とかを貸してもらって柔軟剤の匂い。ああ。こういう洗剤使ってるんだな。それはめっちゃするでしょ。はい、おーはい。寝るときに腕枕してくれるじゃん。じゃんって分かんないよ。マジでじゃない。寝る前に腕枕してくれた、うん、
この腕を朝まで絶対に離されない。すげえ腕力腕力じゃないよ、それ愛情だよ。愛情ね、愛情があるから。めっちゃ好きじゃんそれ。だからそういうのはキュンとするんじゃないですか。あーどれぐらい答えてんだろうね。あ、はい、はいはいはい。彼氏になんて呼ばれたいですか。ああ何。私は、まあ、本名がカノンなのでカノンちゃん。はい、私もユラちゃんが理想だけど。ちゃんだよね。ちゃん、ユラちゃんが理想だけどユラでもいい。多いからさ、友達でも友達がちゃん好き、ほんとに好き。ゆらのってゆらの全部発音めっちゃするじゃん、うん、だから呼び捨てしたとしてちょっと呼び捨てしてるな感がある。でもカノンってカノンって流れていく音だから男女問わずみんながめちゃくちゃ呼び捨てにするの。あーしやすいかも。だから呼び捨てに特別感が昔から全くなくて、だからカノンちゃん。好きな人と仲良くなりすぎて逆に親友になってしまいました。どうやって巻き返したらいいかなって。うわーなるほど。私こういうのは難しい。聞きたいです。なんかちょっと女性らしい格好とか、うん、メイクとかしてみたらと思ったんだけど、親友までなりすぎちゃってたらそれキモいって思われる場合もあるじゃん。うんうんうん、きっと、うん、むずむず。え、いきなりギューして好きって言ってみたら。かわいい。どう？好きになっちゃう私だったらね。おってなんだけど、うん、ってなるはずだよ普通なら。やってみてください。まあ、でも一歩ね勇気を踏み出すことが大事だよね、うん、はい、うん、もう好きじゃないのに他の女の子といるのが目に入るとゾクって鳥肌立ってしまいます。まだ好きです。みたいなものが自分の中に残っちゃってんじゃない。その小さな何かが反応しているだけで、うん、実際は好きじゃないって思ってるんだったら好きじゃないっていいんじゃない。だからその名残は時間で消えていくと思うよ、うん、きっとね。わかんないけどきっと消えてくれることを願っています。はい、ゆらまろの恋愛観。恋愛観って何。恋愛観が何。恋愛に関する考え方を指す言葉。こういう恋がしたい、この理想論などを意味することが多い、うん、どういう恋愛したい。じゃあ理想教えて。理想は私優先。無条件に大好きって人なかなかいないよ。あ、無条件にカナのことを好きってこと、うん、あ、無条件に自分のことめっちゃ好きってこと、うん、なら恋愛をしたいってこと、うん、そんなん絶対そんな余裕でしたい。この友達目線としてしていいですか。無理だよ。なんでかっていうと、カノンは安心するような人のこと好きにならないから。刺激。結局安心するような人のこと好きにならなくて、好きかもまではいくかもしれない、もしかしたら。だけど、つまんないんだけど、なる。でもさ、すべて理想通りの人に出会ったことがないのかもなって思った。ないよ、全部が理想の人に出会ったことは。だから人生って楽しいんじゃん。ディズニーランドみたいなもんだよ。未完成の永遠に。わあ、いい言葉です。はい、ゆらまろに恋愛相談、質問いっぱい答えたので、で、お酒が回ってるので、多めに見てほしいところがたくさんあるんですが。ちょっと日本語変じゃない。私、もともと変だ。こんな感じで、いかがでしたでしょうか。はい。はい。いつも高評価とか言ってないけど、この動画がいいと思ったら。チャンネル登録、ね、高評価、コメントお待ちしてます。あと辛い恋愛とかあったらコメント欄に、ね、ぜひね相談してきてくれたら、はい、特別の動画その質問の相談に答えたりもするかもしれませんので、はい、また、はい、次回ご要望があればご参加いたします、うん、はい、ゆらまろの YouTube も概要欄に貼っときます。ありがとうございます。バイバーイ。